皆さんこんにちは、フェストでございます。ケンシさんの小声録ね、123回目やってまいりたいと思います。奥行ける？あ、行ける、うん、こっち行っちゃおう。ちょっとお引き取りしようか。あ、ようやく出来上がった。琵琶湖を渡らせましょう。輸送隊、あ、そっか。商人、商業のあれや思ってたら違ってた。攻め込んでこなかったな。もうちょい来るかな思ってたんだけどね。ではね、ちょっとちょっかい出しに行きましょうか。
ああ、今回ね。なんぼや、2744貸しやから37000、27296。で、兵糧ちょいと足します。15000の星なので、8200飛んで7を足すんで、31519。あ、OK。で、群馬も5、群馬いいか、全部出て。力づくやね。ここもそうや。ああ、ってこと2つはあれやね、力攻めしないといけないね。
功かね、なかなか成功せんからな。解消終わった。農業と商業のねユニットのあれが。
これでユニットは、全部回してるね。あれ、ニーマさんは、あ、そうか、今片付けたから。遠藤さんでもええけどね。多分ね、6月に誰？ああ、吉純さんか。いけんのかな。おお、捕まっちゃった。捕まったっていうか、あとはあれか、やばいやったな。うん、あ、違う。ガッサントが我々の城じゃないよ。姫路か。うん、ね、それぐらいしかいないね。
さあ、これで、回しちまいましょうか。また捕まえへんかな。君に向かってる？あれ。おお、AKさんか。うん、そうやね。あ、行かせよ。まずはオブさんやね。マジで城塞地落とされたか。美濃は山形鳥取ね。はい、ということで、この辺で今回お開きにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは皆様、さよなら。